ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はアブドーラザブッチャーディックマードック2回だけタッグを組んでいたについて触れてまいります。昔から敬遠の仲と言われていたブッチャーとマードック、新日マットでは凄惨な試合を行っています。実は両者は過去に2回だけタッグを組んでいます。最初にタッグを組んだのは日本プロレス第14回ワールド大リーグ戦大阪大会でした。この時のエース格はゴリラモンスーンで、ブッチャーとマードックは2番手という扱いでした。初めてタッグを組んだブッチャーマードック組の対戦相手は大木金太郎坂口誠二組でした。試合は60分3本勝負で、1本目は大木組が反則勝ち、2本目はブッチャーが大木からピンホール勝ち、そして3本目は両者リングアウトとなりました。2度目のタッグ結成は全日本プロレスオープン選手権で、ブッチャーマードック組の対戦相手はラッシャー木村ザ・デストロイヤー組でした。試合は木村がマードックからピンホール勝ちを奪いました。その後ブッチャーとマードックは全日本プロレスでも新日本プロレスでもタッグを結成することはありませんでした。新日本で行われた両者の一騎打ちは今でも語り草になるほどの凄惨なものとなりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアブドーラザブッチャーディックマードック2回だけタッグを組んでいたについて触れてまいりました。